こうして見ると昔の人の心が分かるような気がするな。暗い夜の帳の下で人々は喜び悲しみ愛し合って歴史を築いたんだ。その中には俺やお前のような男もいたろうし、真由さんのような人もいた。みんな精一杯生きて、その積み重ねで今の世の中を作り上げたんだ。傷ついた旅人は暗闇の優しさに。君たちは世界中から選抜されたそれぞれの専門家だ。しっかり頼むぞ。また一緒に仕事をすることになったわね。よろしく。冥王星ではお世話になりました。八重さんも我々に同行か。旅は道連れってわけだ。だから愛しいあなた、寒がらないで、怖がらないで、光探して愛を探してイタニティ分かち合うきらめきを。シャトルアライ発進準備 OK。 ナビゲーターより航路設定完了。搭載機器異常なし。シャトルアライ発進。アライか、アライ、仲間とはいい名前だ。頼んだぞ勇気。しっかりな。無事に戻ってこいよ。お前たちは現代のプロメテウスだ。瞳をあげて未来を抱いて光探して。ブースター切り離し5秒前。地球は宇宙に浮かぶ灯台だと歌った人がいたのに、今の地球は暗黒の星だ。自動操縦に入った。みんな今のうちに休息しろ。飛び立ってしまえば泣いても笑ってもどうにもならないってわけか。そうよ。こうしてる間にもセントエルムは少しずつ太陽に引き寄せられているんだから。怖いのはあなただけじゃないわ、ユキ。俺なんか実を言うと昨夜は一睡もできなかったんだ。ウォッカをガブ飲みしたい心境だったのさ。僕はラーメンの元祖は果たしてどこかを考えて気を紛らせていたよ。大丈夫だよ皆さん。太陽の女神の使い、このスカラベが守ってくれます。